5月29日ですね。今終わって4時ぐらいから9時のやつさえ戻って、ちょっともう一応メニューはオンラインしてるんですけど、ちょっと慣れそうにないんで、ちょっと青山一丁目の中無料で泊めれるようなところ、開放してて、そこを泊めて入ろうかなと思ってるんですけど、まず動画について、完全にその、なんか、再生数とか、うんぬんとか、関係なくて、やっぱそのインプットとアウトプットの、その機会で自分のためだから、っていうのが、昨日、その、落合陽一さんの、が YouTube 始めて、で、それ見てて、自分自身のインプットアウトプットで、その記録を残して、そのなんか発見じゃないけど、みたいな、まさにそうだなって思ってたんですよ。そういうのを自分でそういう感じやってるのに最低って全然なんないんですけど、でもそれをやりたいわけだから、純粋に言うとそれでいいのかなと、はい、とりあえず今日4時からで11件とか、4時からで10 4時まで6時間とかで11件とか、メニューとチョンピオンやってないですね。まあいい感じにフットサルとかもやりつつできたんで、そのなんすかね、その、楽しいからやるみたいな話と思うんですよ。そう、進んでやりたいって思うことをやればいいわけだから。大きいわいです。そうだか、11時ぐらいに1回目が覚めたんですけど、まだ全然眠かったんで寝たんですけど、なんかその無視、そこで要は眠たい中我慢してやってたら、それはそのちょっと待って、もう一個二つ余ったわけ。4つあるんですけど、バッテリーめっちゃで重いんですよね。そう、パクられてもいいや。マジで。
で、そうめっちゃ軽い。まあ、一応電車乗るまで、あのメニューはちょっともういいや、やめよう。いや、なんかそのメニューもなんかどうなんだろうと思って最近。最初はちょっといい感じかなと思ったんですけど、なんとなく崖の皮が剥がれてきたような感じがしてきて、あんまりやってないです。近いけど、いや、なんかあの月4回まで、すぐにその売上金を振り込めるようなシステムをなんか5月の中旬に導入するっていう話だったんですけど、それがなんか7月に延期になりましたみたいな感じになって、うわっと思って、そう、それ結構楽しみにしてたんです。それまあ2ヶ月後だと、やる理由が全くなくなりましたね。そう、全くやる必要ないわ。トイレまず行こう。そう、じゃあそれ月1払いの、翌15日なんで、そうこれならもうやる必要ないわマジで。入金サイクルが鬼遅なんで、単価もちょっと低いんですよね。あと交通費どうするかっすよ。引っ越してこっちまで来るのに1400円ぐらいかかっちゃうんで、そう、なんだっけ、とりあえずなんかその交通費もらえるところを2時間ぐらいやって、でこその定期分だけとりあえずやってとかにしようかなって。
それ支給なかったら電車賃とかで2万ぐらいいっちゃうから、来る必要がマジゼロだから、そうマジ来る必要がマジゼロだから、そうだよなって考えたらやっぱりあれだわ、現実的じゃないわ、やっぱ坂戸からこっちまで来るのかなり現実的じゃないなって今ちょっと改めて思いました。そうだわ、たまにその、15日と月末の前にちょっと時間あったらやりに来るみたいな感じにして、あと違うその坂戸の辺でなんか探した方がいいわマジで、そもそもだって帰るのがあれどっちこれ、そう帰るのがかったるいからマジで、板橋に帰るのすらかったるいのにさらに遠くなるからマジで通勤がだるすぎるよ、どう考えても橋で乗り換えた方がいいの、ちょっと待っちゃう、普通に赤羽橋で乗り換えた方がいい、シェア自転車で乗った方がいい、